どうも、今日なんですが、千葉県木更津の方に来ております。それで、今回なんですが、以前より来たかったサウナ木更津つぼやさんの方に行きたいと思います。つぼやさんなんですけれども、昭和ストロングのサウナを提供しているということで、一部では西の敷地、東のつぼやと言われているようで、どういったサウナなのか、めちゃめちゃ楽しみです。それで、つぼやさんへのアクセス方法なんですが、最寄り駅は JR の木更津駅が近く、そこからバスで10分ぐらいで行けるという距離なんですけれども、一番ベストな方法としましては、東京駅から高速バスが出ておりまして、そちらのバスに乗ると80分から90分で着くような距離になっております。今、こちらにいます。イオンモール木更津店の方に、その最寄りのバス停があります。こちらのバス停からですと、徒歩10分ぐらいで行けるような距離になっています。ですので東京方面から来られる方に関しては結構高速バスがおすすめじゃないかなと思います。この後到着するバス停の方を見ていければと思います。それではバス停の方ちょっと行ってみましょう。東京駅から乗って着くバス停がこちらになります。本当にもうイオンモールの目の前ですね。はい、こちらです。ちなみにつぼやさん行った帰りに関しては振り返った。でこちらですね、東京駅東雲車庫行きというバス停から乗ることができます。本数もだいたい1時間に1本ぐらいありますの で結構な頻度で出てるので、帰る時間を計画してサウナに入っていければいいんじゃないかなと思います。それでせっかく木更津まで来ましたので、近くに酵素風呂のお店がありますので、つぼやさんの後そちらの方に行ければなと思っております。それで千葉の方なんですけれども、海に面しておりまして、結構映えるスポットが多いので、気になっている海岸がありますので、つぼやさん行って酵素浴行って、その後映える海岸の方も行ければなと思っております。はい、それでは今回もよろしくお願いします。到着しました。それでは行ってみましょう。はい、つぼやさんの外観がこんな感じです。めちゃめちゃ渋いっすね。いや、これ知らなかったらちょっとここにサウナがあるってわからないぐらい突然あるというか、存在感はあるんですけれども不思議な雰囲気です。どんなサウナなんでしょうか。はい、時間の方はオープンしてますので、これから行ってみたいと思います。まずは受付の方をしていきたいと思います。初めてということで、おかみさんが丁寧にご説明をしていただきました。サウナの方はたっぷり楽しみましたので、この後詳細に関してはお伝えしていければと思いますが、まずは休憩室の方に移りまして、ドリンクを飲んだり腹ごしらえをしたいと思います。やっぱりサウナ後の一杯はマッチですよね。ちなみにドリンクなんですけれども、コップに氷が入ったものをいただきますので、よりキンキンで飲むことができます。めちゃくちゃうまかったです。全身に染み渡りました。それでつぼやさんのフードなんですけれども、少し珍しいタイプでして、こちらのブルーの麺に関しては、他のお店からとんかつやお寿司などを出前してもらうことができます。裏面につぼやさんで頼めるものがありまして、ご飯物も少しあります。カレーライスにしました。またカウンターでカップラーメンとかポテトチップスも買うことができますので、こちらでもいいと思います。左下にありますレトルトのカレーを選んで、それを作ってもらうことになります。カレーの注文も終わりましたので、マッチを飲んでくつろいで待ちたいと思います。はい、カレーの方をお持ちいただきました。カレー自体はレトルトなんですけれども、盛り付けもしていただいて、お味噌汁や福神漬け、らっきょうもありますので、カレーライス定食になってます。サウナに入ってめちゃくちゃお腹が空きました。いただきたいと思います。
欧風カレーをチョイスしたんですけれども、少し甘めでコクがあり、とっても美味しかったです。サウナ上がりのカレーは最高ですね。それではサウナに関して話していければと思います。浴室自体はコンパクトなワンフロアになってますので、短い動線でサウナを楽しむことができます。まずはサウナに入る前に体を洗ってからというとこだと思うんですけれども、入って左側の方にあります。10箇所ほどあったと思いますが、なかなか見なかったのがシャワーの形ですね。固定式はあるんですけれども、上に立ち上がって前に突き出るような形で、L 字のシャワーでしゃがみ込んでシャワーを浴びるというような感じですね。それでお風呂の方で汗出しの方をしていきたいと思うんですけれども、浴槽は2つありまして、洗い場に近い方が黒湯というか薬湯というか温度は少しぬるめで、すごい肌なじみが良くて気持ちいいお風呂でした。その隣に大きめの浴槽がありまして、こちらは少し温度が高めで42度前後だと思います。なのでサウナ前は手前のぬるめのお風呂で入るのがいいんじゃないかなと思います。お待ちかねのサウナに入っていきます。もう入った瞬間にもわっとする暑さがあるんですけれども、座面に関しては入って左側が1段、右側が2段の相向かいスタイルですね。浴室との間に窓もありましたので、結構明るめの空間でした。一番奥にテレビと大きいストーブがあります。それで入ってすぐ温度計見てみたんですけれども、なんと128度もありました。体感でも暑いなぁと思うんですけれども、目で128度を見ると暑さを感じてきます。実際初回に関しては2段目は暑すぎて、1段目からちょっと体を慣らしていった感じですね。部屋自体がもうしっかり暑くなってるので、特にお尻ですね、タオルは敷いてあるんですけれども、それでも熱々なので、暑さ回避という意味でお尻マットは持参するのがマストだと思います。それでこんなに暑いのにオートロウリュが毎時15分と45分にありまして、時間になると水が石に吹きつけられるんですが、吹いてる時間は3秒ぐらいだと思うんですけれども、その後残尿感というかちょろ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 っていうのが結構な時間続くので、吹いた瞬間は一瞬で暑くなるんですけども、その後断続的にというか継続的にこう暑さが続くので、耐えられずに退出していく人が多かったですが、私も耐えられず退散しました。水風呂は浴室の一番奥にありまして、大きめな浴槽で、かつ階段も2段ぐらい降りて深めで、座ると首まで浸かるぐらいの深さがあります。温度自体は22度ぐらいを指していたので、キンキンという冷たさではないですが、気持ちいい冷たさです。それでこの水自体、地下水の汲み上げのようなんですけれども、すごく柔らかくて肌なじみが良くてめっちゃ気持ちいいです。温度も低くないので、もうめちゃめちゃ入ってられます。サウナがあれだけ暑かった分、肌もちょっとこう刺すような暑さもあったので、この優しい水風呂に包んでもらって 4,5 分入っちゃってたかもしれないですね。もうめちゃめちゃ気持ちよかったです。そして整いスペースなんですけれども、外気浴はなくて浴室内にパラソルが立ってますので、そこのところに椅子が6脚ほどありました。窓が開いていたので若干風は感じられたんですけれども、やっぱり浴室内なのでそんなに涼しいという感じは特に夏はないかなと思います。ただ空調の効いたクールサウナがありますので、夏はそっちがおすすめだと思います。温度も20度ぐらいでしたし、4名ぐらいが入れるコンパクトな部屋なので、もうめちゃめちゃ涼しかったです。そちらでしっかりクールダウンすることができたので、私はクールサウナがおすすめです。とにかく水風呂が気持ちよかったので、暑いサウナに入った後の優しく包んでくれる水風呂、めちゃくちゃ最高です。それでは休憩室の方に戻りたいと思います。カレーの方もですね、ベロリと入らげてしまいました。美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。食べた後はビッグライニングチェアの方でゆっくりしました。サウナで汗を流してお腹もいっぱいになってますので、もう一瞬で寝落ちしてしまいました。今回は次の予定もありましたので1時間ほどしか入れなかったんですけれども、次回はもっと長めにいたいなぁと思いました。はい、行ってきました。めちゃめちゃ良かったです。ちょっと軽く車内の方で、感想を述べたいと思います。めっちゃ渋いサウナでしたね。
サウナがなんと表示上128度あって、さらに15分と45分にロウリュもあったので結構暑かったですね。で、水風呂は22度ぐらいというところで、冷たすぎなくて、地下水を汲み上げて水風呂にしてるようなんですけども、すごく柔らかくてかなり長く入れました。多分3、4分、4、5分入ってたかもしれないですね。プールの冷たいぐらいの感じでめっちゃ気持ちよかったです。それで整いに関しては、外気浴はなくて、浴室内にチェアがありまして、そこか、もう一つはクールサウナという空調が効いた部屋になってましたので、やっぱり浴室内結構湿度が高くてそんなに涼しくはないので、結構夏はクールサウナの方がおすすめだと思います。温度的にも20度設定でしたので、すごい涼しくて気持ちよかったです。それでまだお昼ご飯食べてなかったので、出前を取れたりできますし、またカップラーメンとかカップ焼きそばもあったりしたんですけれども、今回はレトルトのカレーを選んで、作ってもらうカレーライスを頼みました。マッチに関しても氷が入ったグラスで提供いただけるので、すごく美味しかったです。いや、もうサウナを楽しむんだったりとか、ゆっくりするんであればめちゃめちゃいいと思います。もうほんとめちゃめちゃ渋いサウナでした。この後酵素浴のゆららさんの方に行こうと思ってますので、ちょっと早めに切り上げてしまったんですけれども、もうサウナで汗流してご飯食べてリクライニングでテレビ見てたら、もう一瞬ちょっとスッとこう行きそうになってしまったんですけど、ちょっと次の時間があって惜しいんですけれども、今度一日いてもいいかもしれないですね。うん、それぐらいリラックスできる施設だと思います。はい、すごい良かったです。ちょっとサウナーの方でまだ来てない方はぜひちょっと来てみてください。それでは酵素風呂がありますゆららさんの方に行きたいと思います。場所は君津になっておりまして、ここから車で15分ぐらいのところになっております。それでは行ってみたいと思います。ゆららさんの方到着しました。こちらアクセス方法としては最寄り駅は君津駅になってるんですけれども、徒歩ですとおそらく30分以上かかるかなと思いますので、できれば車とかの方がアクセスしやすいんじゃないかなと思います。それでは高速く行ってみたいと思います。外観の方はこんな感じです。めちゃめちゃシンプルですね。久しぶりの高速くですので楽しみですね。酵素浴によっては温度が違うので、このゆららさんがどれくらいの温度帯なのか気になるところですね。はい、そちら置いていただいて、はい、よかったら水分も透かしとってくださいね。はい、何か SNS とか、あ、そうですね、サウナ系を結構動画で上げてて。あ、 YouTube ですか。はい、はい、ではお願いします。はい、はい、ありがとうございます。では失礼します。はい、温度って今日何度ぐらいですか。今日これだと62、3ぐらいですかね。あ、思ってたより風があるんでね。はい、はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
ではどうでしょう、初めての方は一応10分ぐらいでおしぼりをお持ちするんですけど、はい、もし慣れてるようであれば、まあ、15分ぐらいでも、はいはい、15分ぐらいでお願いできるよろしいですか、はいはい、では15分後におしぼりをお持ちしますね、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます。先ほど坪屋さん行って汗かいてきてるんで今汗が出てきてます。温度は先ほど60度と70度と言っていたと思うんですけれども、結構しっかり暑いですね。こちらの酵素液は結構酵素はしっとりしてますね。場所によっては結構サラサラしたりするんですけれども、ここは結構しっとりしてます。で、匂いに関しても結構独特な酵素の匂いはしてますね。それで一人一人の浴槽とは違って、ここは一つの大きいプールのような形で入るので冷めにくいそうです。実際は5、6人もっとですかね、入っても全然大丈夫なぐらい大きいお風呂ですね。このなんていうんですかね、オガグズっていうんですかね、この酵素の混ざったオガグズでこう全身を体を押さえつけられているので、押さえつけられているというよりかはこう上から圧迫するような形になるので、だんだんこうなんていうか感覚が研ぎ澄まされてくると、自分の脈の音がドクッドクッドクッとしてくるのが聞こえてくるんですよね。さっきも坪屋さんの休憩室うとうとうとしたんですけれども、こう気持ちいいは気持ちいいんですけど、ちょっとうとうとうとなる感じではないですね。ただ目をつぶってこう暑さを感じるっていうのはまたちょっとサウナとかちょっと違う感覚ですね。どっちかというと岩盤浴に近いかもしれないです。じんわーり全身から汗が出てる感じがしてめちゃめちゃ気持ちいいです。はい、失礼いたします。はい、よろしいですか。はい、はい、いかがでしょうね、15分になるんですけど、はい、まだ大丈夫ですか。はい、だいぶ熱くなりました。もしよろしければゆっくりと起き上がっていただいて、はい、はい、はい、ありがとうございます。よかったらおしぼりどうぞ。はい、はい、すいません。もうだいぶ、はい、いい感じで汗かけました。ありがとうございます、はい、どうでしょう、今心臓バクバクしたりとか息が荒い感じはありますか。いや、そんなないと思います。大丈夫です、はいはい、もし落ち着いてるようでしたらね、はい、軽く吐きますので、はい、立ち上がってください。はい、はい、汗かきました。ちょっと脱水の感じも若干します。ミネラルウォーターもいただきましたし、お風呂上がりのお茶もいただきましたので、今しっかり、飲んだところです。やっぱこうあのオガグズとあの酵素がこうクッとこう押されるんで、やっぱ全身、それもこう足のつま先から頭のてっぺんまでこう汗がジュワンと出る感じがあるんで、
酵素風呂は酵素風呂でいいですね。あの匂いも、まあ、苦手な人は苦手かもしれないですけど、まあ、僕はそんな苦手じゃないんですけど、あの独特の匂いが、酵素風呂来たなと思うんで、はい、すごく良かったです。店主のスタッフの方もすごいいいおじさん、男性の方で、はい、すごい良かったです。で、店先に、農家をやられてるんですかね、だったんで、このナスを、このでっかいナスですね、この普通のナスと、これなんていうんですかね、このナス、わかんないですけど、この僕顔でかいんですけど、僕の顔のでかさと比べてもでかいんで、こんなでかさのナスを2つ買わせていただきまして、1個50円だったので、これで100円です。あの家に帰って焼いたり、して食べたいと思います。はい、それで木更津君津の方来ましたので、海もすぐですし、千葉のウユニ塩湖と言われているところがありますので、今からそちらの方に行ってみます。そちらは江川海岸の潮干狩り場のところになっております。場所的で言うと木更津駐屯地のちょっと海側というんですかね、そちらにありますので、行ってみたいと思います。一眼も持ってきているので、ちょっと映え写真を撮ったり、してみたいと思います。はい、それでは行ってみたいと思います。はい、江川海岸潮干狩り場着きましたが、なんと閉まっておりました。実はかなり前に一度来たことがあって、その時は入れたんですけれども、ちょっとどういうわけか本日は入ることができません。この先にそのウユニ塩湖的に、海辺が広がって、いい映えスポットが撮れるところがあったんですけれども、これではちょっと行けないので、もうこの左の方が木更津駐屯地になってて、左も行けないので右の方をぐるりと行ってみて、もうちょっと海の方に近づけるかちょっとわかんないですが、行ってみたいと思います。少し行ったところに、車を止められて入れるところがありましたので、ちょっと入ってみました。この海沿いに、この際に行けば、少し海の方近づけるかと思いますので、ちょっと行ってみたいと思います。いや、ちょっと今日風が強いんで、結構波も白波が立ってますね。はい、ちょっとどこまで行けるかわかんないですが、行ってみたいと思います。結構海の近くまで来ました。行けるところとしてはこの辺が限界かなと思いますので、少しこの辺で写真撮ったり、風景見たいと思います。はい、あっちに広がる工場群がちょっともやがかかってて、かなり幻想的ですね。はい、めちゃめちゃちょっと映えてます。はい、じゃあちょっと写真撮ってみたいと思います。江川海岸ちょっと行ってきました。だいぶ海の近くまで行って、見ることができましたので、反対側の横浜側の、工業地帯が見れて、結構幻想的に、撮れたんじゃないかなと思います。今回前から行きたかった壺屋さんと酵素浴のゆららさんの方行きまして、もうだいぶ今整ってます。体も軽いですし、気持ちもリフレッシュしてます。壺屋さんに関してはやっぱりあの渋さというか、ノスタルジックというか、昭和ストロングサウナというか、もうそういった単語が似合うサウナです。あるようで、なかったりするサウナなので、静岡の敷地とか大垣サウナとか、そういったところの雰囲気にめちゃめちゃ似てます。もう昔からやってるサウナ好きに向けてやってますよっていうお店ですね。でも結構若い人も多かったですね。多分大学生から20代前半ぐらいの人も結構いたので、もう全然今だとその層にも刺さるのかなと思います。それで久しぶりに酵素浴の方を行ったんですけれども、やっぱちょっとサウナとは違う汗のかき方というか、全身をくまなく、酵素で温められるので汗の出方が全然違いました。酵素浴に行って初めの頃は一気に水分が抜けるので、脱水の感じというか、少しちょっとドキドキしたり、ちょっと頭がクラクラする感じがあったんですけども、今回というか、全然そんなことはなくて、汗が抜けた感じがして、さっぱり上がることができました。壺屋さんのおかみさんというか、すごいチャキチャキしてて
説明していただいたりとか、最後はわざわざ靴を下駄箱から出していただいてこうセッティングしていただいたりとか、ゆららさんのご主人もすごいあったかい感じの人でしたので、今回この2軒回ってみましたけれども、個性的なこうユニークな人の感じが出てるなっていう温浴施設だったと思います。東京からも1時間ちょいで来れる距離ですので、今回朝から坪屋さんと高層浴のゆららさん、そして映えスポットの江川海岸と回ってみましたが、この3つ回るコースでも夕方には回れるコースだと思いますので、ぜひ東京から近い方は一度このように回ってみるのはいかがでしょうか。サウナーの方は絶対坪屋さん行ってほしいですね。木更津君津のサウナと高層プロのお店を回ってみましたが、いかがでしたでしょうか。またこういった形で1日で回れるコースっていうのもご提案していければなと思います。今回はご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた。